はい、えー、それでは京都新聞杯 NHK マイルそして副賞、えー、生活高校ですねはい事故調査いきますはい、えー、まず京都新聞杯ですけど、えー、事前調査に言ってましたかっていうとロジャー・バローズ本命ですってはい、えー、何でやったか何ででしょうはい、えー、人気馬のカったらこの馬かなえー、っとあんまり覚えてないけどまあ 2000m、えー、もともとこの足止でうん まあ、今回京都 2200m ありますけどはいまあ花から 2000m でね新馬戦使われたってことはやっぱり中距離ね中長距離っていうんですかそこに向いてる方なんでまあ、えー、一波乱距離延長問題ないですねはいで、えー、2走前しっかり京都 2000m をようやく勝ち切って、えーねえー、万2着番にコンマんと二、えー、走3走前かもうアドマンジャスターに負けただけなんでまあまあ戦ってきたいって強いとね前走はね外枠 で、負けた分と、まあ、初の中山、まあえー、距離が短かった、いろいろ悪い条件にかみ合いましたんで、まあ、それ考えると、今回、えー、人気落ちるなら、このまま買いかなと。えー、今のところ、予想図4番人気ぐらいですかね。違うかな。言いすぎそうですね。はい。なら買いましょう。アンジャ浜中さん、京都の外回りなら、浜中さん OK でしょうってことで、エロジャーバールと相性いい京都ってことで、はい。す、え、べ、ー、てにおいて、このままにプラス大量向いてますんで、はい。ちょっとね、前走、メンタル面でイライラしていたらしいんですット はいまあ輸送もいろいろありましたしねはい今回自己条件で頑張ってくださいどうも球場ですよはいで前回注目もあけました佐藤モンをね、えー、新馬戦ねこちらも同じく強度2 0勝って前走はねはい初の中距離やし2200左前りやしめちゃくちゃやったところ番人気チャンで試運転で負けたってことではい えー、今回またね、えー、同じくこのままホーム球場戻ってきた安城がアブドラさんなんではい、池谷さんとこがね外人さん連れてきた時結構本気が強いんでまこのまま一応対抗にしときましょうってことで里原町なみに何番人気ですかっていうと何番人気うまい5番人気ですありがとうございましたはいあとは誰が人気出ますかっちゅうことで「タガノディアマンテ当選スカイです」って「タガノディアマンテさんね、2番人気なりますかこ,このままなんでなんでいやーそんな強かったっけ木更木賞お借りしり最る飲食してます了解です 知ってるけどそれ以降何か出てたあスプリングステーク掃しくも4着とさつき初6着か悪くないですか分かりましたただ2万人気狙うかっていうとそうでもないんではい、えー、一応軽く打ってきましたしねあれすいません印をさせてくださいごめんなさい当選スカイも強いんですか当選ラーの子供ですかありがとうございましたあー前走1.3倍かなるほど佐藤ソルモンにはい、負けた評価が立ったんでしょうねなるほど了解ですありがとうございました まあ紐ですね。はい、すいません。雑です。案 <laughs> 情豊さん、藤原さんのところに豊さんって珍しいからな。これこのコンビは珍しいな。うん。藤原さん、豊さん珍しい。これは非常に珍しい。おお珍しい。これ、これは珍しい。これだいたい福永さんとかね。最強外人が多いんですけど、うん珍しい了解です。ありがとうございました。特に内容はないんですけどえー、前奏どうでしたか？えー。 35秒だな鹿ヤモでまあまあ強そうですね逃げたも取れきった上がりいいですねいいでしょう、はい、了解ですはいあとはね何と言いましたこれ16と思ったん14か正直ねまあダービー向けての切符ですけどもうそれどれ勝つか分からんぐらいの友達なんでねうん不人気は来てもおかしくないです去年誰来たっけ 去年はそうです。ステイフーリッシュですよね。来たんだあとアダマアルパとシャルドのゴールですよね。去年荒れたよね。3連単そんなついてない。で、去年ね、えー、ね7番人気、11番人気、4番人気が決まりましたけど、はいもうすでに1番人気が3.3、えー、倍フランス2番人気すでに6.5倍のグロリーリーベイズってことで、はいなんぼね、人気がね、えー、低いところでバケンカナダで言っても3連単が26枚しか戦いぶってないんで、 ってことは今年もね、多分正直ね、会員人気で決まったとしても、多分ね、オーズ的に多分知れとるんですよね。はいなんという情報でしょう、これは、なんの情報やこれ。あとはフランクリンやね、これ、面白そうかな、はい。フランクリンですね、はい、新馬戦負けたんですけど、7ヶ月じっくり休んで1着やって、フランクリン、なんでちょっと注目したかっていうとね、ディープに選べるとってことで、何がいいんかっていうと、何がいいんか知らんけど、なんとこれね、フランスですね。はい 去年フランスが出てました。去年フランスね、京都新聞版一番人気で大裏切りして10着やったから、こうあやっとったんですが。さあ、弟からリベンジなウんでしょうかこれ多分ね、多分ディープにね、お母さんがトニービー入ってると多分保ざできないの多分去年の俺ほ保存でないのこれ、うん。去年の俺はそう保ざいてた気がするあもういいですかあといました。はい、ということで、こちら、京都新聞版一等、注目馬ですね、打っておきましょう。はい、えー、注目馬ですけど。 はい、こちらでいきましょうかはい、自己調査の注目はこちらですねはいレッドジェニアルですねはいこのまま見てみましょう安城か、えー、マナ学さんでしたっけそして予想通からして11番人気と全然人気ございませんはいえー、のこのまま注目した理由はっていうとうんまあそんな難しいこと言ってませんこのままもね、 もともと京都2000から出走してましてはい新橋戦先ほどちらっと言いました当選使いとほぼ同じのね、えー、評価話差でしたで2走前もはい、えー、届かずの3着やってるんですけどこの2走ね全て後方からの競馬やったんですよねはいね、えー、新橋戦が15番手から、えーね、2, 2走前が10番手からの競馬やって曲がりは使えてるんですけど届かずじま で、えー、2走前に、えー、ここでしかもプラスアルファ屋根が変わりましたと、ね、北村さん二冠やってたんですけどここで安尚が学んだ方来ましたよっちゅうことではい、えー、6番のジェ「レッド・ジェニアル」ですけどはいえー、スタート相変わらずそこまでらしくないんですけどはいえー、なんとかねえー、学ぶさんが押し切ってえ位置取り確保と。 はい、えー、青本6番最後ここですねはいえっ、ー、とレッドなんでねあの勝負服ですねはいいるんですけどまあコーナリングしたところで、えー、34番手56番手6番手,6番手7番手8番手9番手10番手どこいるんですかすいません教えてください。ごめんなさい、えー、3番手5番手ですねで4番手5番手がおって超縦長ですねで6番手7番手がおってどこいますか8番手ですねはいまあ前よりね前までね2桁の後方やったんですけどはい、今回8番手ついそうとはい ままあまあ今までよりはしっかりね前で競馬できているとはいで最後もね直線も4コーナー行くまでねでにもう先頭の射程圏とらえてしかも馬成りできてますんではい、えー、京都2 0 0 0トル三0繰り返してようやくこの競馬できましたとハ波論延長この前とってた多分プラスに向くと思いますんで今にとってはねはい、えー、成長分考えると全然ハ波論延長 OK はい、えー、大和足もね最後二着は は取、い、らえた後も気を抜かず走ってますんでまあ、えー、気を抜くことない馬なんではい、えー、多分ねこれいい感じですね前走阪神2 4、を4着ですわはいまあこっから真逆の京都戻りますんでうん9坂2回ね、えー、直線にありませんしまあ、えー、3コーナーに急坂ありま急坂っていうか上り坂ありますけどはい、えー、下り坂でみんな味方つけれる京都ならねもう一回リベンジあると思ってますはい 一応、本命対抗あとこの注目はですねべて共通、今年は京都 2000m の実績から、はい、かつ京都 2000m デビュー戦に近い、まあ、ちょっと、えー、本命のロジャー・バルドは違うんですけど、はい、京都 2000m の実績で出たのはもともと中距離的性があったのです、ね、こちらに注目して馬券絡ませましたはいこのま、ねはいえー、まいていきましょう15勝ですね続きまして NHK マイルいきましょう はい、NHK マイルですけどうんえっとですねこちら確か有力馬たちを本命候補で仮に置いといてはいえー、まあ、えー、グルービット注目馬にしておりましたはいでまあこんなでねどれ本命絞ろうかなんですけどグランアレグリアがやっぱ強いって言われてますわかるんですけど うんとね、今回に限っては、えー、1.7倍か、能力ありますけど、えー、ね、東京の泳い止め流れのマイル、でマサウジアラビアでボバイ展、けんしらましましたし、新バイ強かったですけどな、本田陣かってね。うん、ただこの状況で1.7倍、マサウジアラビアは1.3倍と、また条件、舞台違いますし、プレッシャーかけるも多いですし。 はい、でまたボバ混合戦です。2、ね、走前アドマイマーズのね、えー、気迫に負けた競馬とまた違いますんで、はい、またね正直コロッと行く可能るんですよね多分ね。で今回確かにルメちゃんわ分かります。桜、え、花、ー、賞皐月、えー、賞そして天皇賞のフィエルマもやられましたけど今回もルメちゃん本命外してまたバチ当たるんかな、まあ、フィエルマ本命言ったんですけどね当たるんかなと思ったんですけどいや今回の一手 1>, 1倍大のマイあーと違うぞってことで。はい。ということで、グランリグリア対抗にします。で、ダウンチェイサー、ちょっと注目したんですけどね、私このまま強いんですけど、えーね、地形迷いで、えー、ね、ちょっとどうこけるか分からないんで、ね、一応こんなもん評価しといて。はいで、本命はここで逆転できるなら唯一頭山マずズかなと思って、一応、どこ本命打ってます。はい。 やっぱりねグランレグリアを倒したのはこのまましかおらんよってことで、はいまあ、あのグランレグリアが対抗なら本命たりしますかといったバドマイマーズかなもともとねユーチュリティステークスでは、えー、グランレグリアを倒してますしもともと前のもやったんで、まあ、前走ね砂のカバーとかでいろいろ考えてね皐月賞で本命だったんですけどデムちゃんはちょっとね一置りのちょっとあれでね4丁か呼ばれたんですけど、まあ、確かに距離も分けた感じあるんでニハロンは短縮は非常にありがたいこと でここねねチ k マイルの勝ち馬クラティスカイとそうですけど皐月賞のちょっとね接戦組がここで馬券に絡み出すんでそれ考えると好むかな、えー、東京マイルは標通陣杯で実績出てますんで2着ね東京の舞台問題ないんでうーんやっぱりグランレグリーン勝つならでアドバイマーズかなと思ってますはい、えー、デムちゃん腰痛疑惑出てますけどまあ一応天皇賞春るを得たりを4着 はいエタリオね、えー、最高峰からの競馬遠すぎるんちゃうのってことで、えー、批判を浴びましたけどエタリオとデムちゃんならもうあの競馬しかないってい腹をくくって読んじゃうかったんで十分見せ場あったと思いますうん正直にあれはデムちゃんのミスでもなかったと思うでで、まあ、あの馬はあの競馬しかないと思ってたんでうん下手に動いこと赤かったと思うんでねうん OK ですはいでグルービット アンジョーがね、えー、短期免許の外人さんが何もせずに帰るわけないって言ったね、レーンさんがいきなりでも重所で買ってもったんですけど、グルービーってどうしようと思って。まあ、えー、だいたいそなし、そしてアルコンストレークスも2着と、芝、えー、問題なさそうなんで、ね、はい。で、ここ、大舞台に強い、えー、母チ時ですね、父8時にスペシャルウィークと、はい、G1 に強いスペシャルウィーク挟んでますし。 はいあとですね、えー、母親系にフレンチデピティーということで、えー、この舞台をよくってますデピティーミニスタですね毎年絡みますよということでこのまま注目しましたはい、えー、一応このままお印はしておきましょうはいこのまましておきましょうはいまあ、あとは黒三角っとかちょっとね誰やろうなーってことでバルディゼールとか1押さえとっかバルディゼールとかねはいここら辺がやっぱ惨敗組面,面白いね前走2番2期惨敗うんただ審残記念勝ってますしね はい、あとファンタジストがこのマイルをてどうかなってことですね皐月賞5番二期13軸ですこの,のも非常に面白いでしょうはいはいわかりますうんまあ今回ねアとム・マーズグランレグリアの日記大津だと思うんですけど、まあ、あと棚の小さがちょっと絡むぐらいかなえ津、ー、ではねだ全然取り組むか分からんぐらいのレースなのでそれこそ NHK マイルカップなんでねはい断然人気はここを勝つっていうイメージは私はできてませんので頑張ってくださいはい でえー、こちらも NHK、ね、マイルも1等同じくですねはい特注馬ですけどと、ね、今回はちょっとねこの面白いんちゃうかーと思って、はいえー、ビッテルスバッハですねこのまでいきましょうはい、えー、ビス テルスバッハさんですね、えー、お父さんルーラシップお母さんがケイティーズジャムということで8チチディープ、はい、注目の血統ですね8ディープ、ねはい、ででこの町身はっていうと、はいえー、新馬戦負けちゃったんですけど中山の未勝利、はいえー、マイルを上がり早速で勝ちましたで、えー、3ヶ月半開けてですね、えー、阪神戦がち切って はい、プラス1 8キロ体重で惨敗。まあ、こちら多分休みだけど体重の分でしょうね。はい、えー、しっかりその次のレース、東京マイルではい上がり32秒9というね足使って勝ちました。はい、でニュージーランドトロフィーを上がり最速で3チュクやったんですけど、はいで、えー、このもともと書いてます通り。 ーやっぱりエンジーラントロフィーの、ね、時にも書いてますコーナリングが元々ねよろしゅうないってまでやっぱり東京がもともと向いてるってことを聞きましたねコーナリングが少し苦手なところあるよねとはいでまあ今回ねコーナリング等々姉妹も確かめて、えー、前回よりだいぶ良くなって書いてますんではいでやっぱり前走ね、えー、外外回って頑張ったんですけどやっぱり えー、コーナーリングの差でマク入れちゃうと今回やっぱり東京2走前買ってる舞台なんではいこの舞台の巻き返し十分あると思ってますはい、えー、2走前ですね東京のマイルで,でゲーもともと良くないんですねこのまねはい2走前の東京はい9番ですけどやっぱりねここね東京の500万クラスねこの出遅れの後方から買った非常に強いなと思ってはい4コーナー回った時にまだまだ後方で、はい、今上がってきましたけどはい あんだけで遅れてねもう4コーナー回ってきた時にもうほとんど一番に近いところだったんですごい能力やなと思ってで最後直線をつりたいんかなと思って上がり32秒9で弾けるっていうね足溜めたらこのまますごいなと思ってはい、はい、3歳1000ですか500万で上がり32秒9なかなかない足なんで。 うん、まあ2着はもうね33秒1なんで、ね、正直時計はもともと速かったんで価値はあんまないんですけどそれにしても32秒の流れってなかなか出ないみたいなんで頑張ってくださいはいニュージーランドトロフィーですねはい、えー、今回打ち役の四番となりましたでこのままね、えーまあ、今回も、えー、今回というか前回もかはい、えーまあ、ゲートもあんま出たんであとはスタートが元々もニで2ランスつかないままなんでまあこのなもかなと思ったんですけどうん 内枠はね正直よろしくないんですね。はい結局このなま,ま外回してますんで見てくださいということでまあ、外回してしてますね。はいを外回って結構ロスだったんですけどねあの早括なんで、ね、こっから3着やったんでで買ったのがワイドファラオと2着馬がそのうち着いて初名勝勝負なんでまあ、このね内前で決まったスローのレースをですねあんだけ外回して3着まで届くんかいっていう最後足だったんで。 これ東京で明したまためちゃくちゃ弾けると思うんですよすごい最後足なんでね残り 55m ぐらいったら多分勝ってたと思うんでうんちょっとこなしせばいいな33秒3ってなかなか出ない足なんでねあのそ撲ちょっとでね、はい、頑張ってください巻き返し1番ありますはいニュージーランドトロフィー上がり使って前戦したままあ、勝ちきれんかった馬が n h k まで,で買ったというと去年の k i ノーテックですねはいこちらが去年ね2着から上がり爆バ発カバカしてますんで頑張ってくださいはい,いや普通になると思うなこれメッドベビスっ今回はねもう最悪もあれやもんもうなんかもうグランアレグレーとか漫画しとんでねこれもうね えー、飛ぶかもしれんから万が一これビステルスバッハの副将でいこうかなと思ってるぐらいからね結構期待してますよこのまま。はい安城戸崎ケイティさんってことでケイティさんどうなんてことなんですけどうんどうなんてことなんですけどケイティさんでもね前回天皇賞あルでねまさかのフィエールマンの相手にねはい、グロリーベーズでね第2着やったら、ね、シャケットラ取れんかってねシャケットラのお亡くなりになって戸崎さん怒ってたんでグロリーベーズ2着と。 はい、ちょっと最近重症へのみ乗るかなと思ったんで頑張ってください。はい、えー、ルメちゃんに先章先抜かされましたけど、この方ももうすぐ先章間近なんで頑張ってください。今年が達成するでしょうけどね。はいうん、でもそれ考えたらルメちゃんすごいな。もう先勝って感じもな。どうさっき KT さんでまた977勝やんのにえー、っと思ったね、これね。頑張ってください。まあこの方も七年目なんでね、まだね。もともと地方の方やったんで。 と、はい、ということで今回の注目ムクバはいベッテルスバッハでしたきましょうはい最後に副賞生活候補行きましょうはい、えー、副賞生,、はいえー、生活候補ですけどト。えっとね今回も合間がちょっとね日曜日に良かったんでね、えー、まず s 5 エスコーバタハトです。はい。ハトが今回にとるんですね。ハート、ハートでも全然知らんハトよ。これ。エスコーバタ、エスコーバタハトと。はい。あと、ハートマークワルツね。ハートマークワルツ5歳。もう5歳か、お前。ダート走らなかった一瞬。一瞬,一瞬ダート走るな、お前。聞いてみ。さよな知ってる。知ってる。一番聞けたもん知ってる知ってる。はい。えー、ちょっと今回のハトは、ちょっと今回注目できないにやめときます。うん。で、今回、毎日注目はちょ,っとちょっとやめて。土曜日ね。 なんかあるかなと思って,言ってた東京にはいプリンシパラですね、はい、ダービーの最終切符で行こうと思って、うん、でザレ行こうかと思ってね、ねはいここは、えー、前回ね、ねボンってね儲、えー、けたんで、ちょっとそのでかい大金をそのまま使,うかな使いまして、無駄にこのままでいきましょうか、はいルボルグですね、おそらく一番人気、副賞1.1、下手し1.1になるかもしれませんけど、面白くないですか行きましょう、はいえーね、まずは当てることなんで、4連勝、5連勝なのかと わかりました忘れた4連勝五連勝か目指して頑張りますんで頑張ってくださいはい、えー、東京新発電1.8倍スト,ーリムリップ、ね、ストームリッパーに駒澤師匠トースポニッサイ1枚にムワさんで負けましたはいその後岡崎ラ賞ク連距離延長中京2人とこでリオンリオン逃げる前に負けましたけど上がり最速の2着とはいまあ えー、バタイジも成長しますし、えー、今回もう最終切符なんでまあ本気と、はいえー、左回り2線にこなしたんで東京2線問題ないとはいフジルメもともとこのかかったねこのフジルメなんでまあ、勝利の方程式ってことでまあまあ本気でしょうね土曜日しかもうこの馬しか出ませんのでうん確実に絞ってますでも、まあ、ちょっと不安なんがえっ、ー、とねグランアレグリアがおるんでねルメちゃん無理やり、えー、無理したくないんでしょうけど 藤澤さんとこもね、ルボルグとグランレグリアね、ねまあ、ルメちゃん、照準絞って出してきてますんで、まあ、それ考えると、どういうふに本気かな、えー、ここ、ルボルグで最終切符、ね、無理やり買ってつかんで、どうせダービーはね、えー、サートルナリアいますんで、ルメちゃんね、ルメちゃん的にはここ、無理やり力出して買って、賞金だけガップをもらって、ルボルグ捨てるって形になると思います。藤田さんもそれ 理解した上でここねルメちゃんをしてきてるとこは逆にポイントだと思ってますうんはいどうしても切符を欲しいって感じの乗らし方やと思うんでねはい頑張ってください一番人気でしょうおそらくね、はい、2走前の、えー、ムーアさんで惨敗しただけなんで頑張ってくださいはいということで事後調査ちょっと短いですけど以上で終わりましょうご清聴ありがとうございました